イベント楽しかったね。アマチュア部門って聞いてたけど、みんなレベル高かったし、弟くんたちもすごかったね。まあね、あいつが歌ってるとこ初めてちゃんと見たけど、思ってたより悪くなかったかな。私も楽しかった。やっぱり生音だと迫力がある。私は音がうるさかったから耳鳴りがする。え、大丈夫？多分そのうち治ると思うから。そう？とりあえず帰ったらゆっくり休みなよ。うん。みんな今日はありがとう。一人だったら来ないような場所だったし、勉強になった。よかった。私もみんなと遊べて楽しかったよ。この後みんなはどうする？僕はもう少しだけお祭り回ろっかな。私ももう少しだけいようかな。私は帰ろうかな。今日のライブでインスピレーション湧いたし、忘れないうちに書き起こしておきたい。私もそろそろ帰らないと、お母さんが心配するから。そっか、もう少し一緒に回りたかったけど、しょうがないかな。じゃあまたナイトコードで。またね、二人とも。瑞希、この後行きたいところある？綿飴とか買いたいな。色がピンクのやつ売ってたんだよね。おい。お、お疲れ。ライブいい感じだったじゃん。歌とダンスも盛り上がっててよかったね。ああ、さっきは助かった。そっか。少しは役に立てたみたいでよかった。みんな！ん？この声って。ここにいたのね。会えて嬉しいわ。アイリー？あら、瑞希ちゃんも来てたのね。え、しずくちゃんもいたんだ。二人とも来てたんだね。今日、練習は休みだったの？練習帰りにたまたま通りかかったのよ。アキト君たちにも会って、イベントに出るって教えてもらったから、しずくと見てたの。ええー、二人とも、さっきのイベント、とっても素敵だったわ。ありがとうございます。うわ、キモ。うるせえな。二人とも相変わらずね。ねえ、せっかく会ったんだし、みんなで一緒にお祭り回らない？私はいいけど、みんなはどう？私は賛成よ。賑やかで嬉しいわ。この後、アキトともう一人の友人と屋台を回る予定があるんですが、少しだけなら大丈夫です。え、おい、トーヤ、勝手に決めんなよ。だが、せっかく誘ってもらったんだし、断るわけには。瑞希は？僕も大丈夫だよ。じゃあ行こっか。ほら、アキトも行くよ。あ、おい。はぁ、お腹空いちゃった。なんか食べたいな。あ、瑞希ちゃん、あそこにカルメ焼きがあるわ。美味しそうね。あー、いや、美味しそうなんだけどさ、せっかくならご飯系が食べたいっていうか。そうね、私もお腹空いちゃったわ。焼きそばとか串焼きとか食べたいわね。レン、今なら出てきてもらって大丈夫だ。リンたちには何を買っていこうか。はーい。あそこのミンゴ飴とか綿飴はどう？じゃあそれを買っていこう。レンも何か気になるものがあったら言ってくれ。で、なんでお前は俺の隣歩いてんだよ。好きで歩いてるわけじゃないってば。私だって愛理たちと話したいの。でも
さすがにこの人混みの中を4人並んで歩いたら迷惑でしょ。だから仕方なくアキトの隣に来たわけ。はいはい、そうですか。そういえばダンスシューズのことちゃんと本部に言いに行った？ああ、まさか間違って持って行かれてるなんてな。運ぶ前に中身くらい確認しろっつうの。延長コードが入った箱と間違えられたらしいね。ま、無事に戻ってきたしよかったけど。まあな。そういえば、前は、アキトが私の靴を持ってきてくれたんだっけ？ああ、覚えてたのか。忘れてんのかと思ってた。覚えてるってば。あの時は下駄が合わなくて本当に大変だったな。俺はエナがわがままばっか言うから大変だったな。ちょっと、ちゃんとお礼は言ったでしょ？そうだったか？もう、忘れてるのはそっちじゃん。あの後、結局運動靴に履き替えて、一緒にイベントも見たのだって、ちゃんと覚えてます。ああ。まさか、あの時見たのと同じステージに立つなんて、思っても見なかったけどな。あの時のアキト、サッカー辞めたばっかりで、すっごい落ち込んでたよね。うるせえ。もう吹っ切れたし、今こうして音楽やってんだから、いいだろ。まあね。でも、ちゃんと音楽続けてるのは、すごいじゃん。それは、お前のおかげで、あいつらに出会えたからな。え？何か言った？ごめん、人が多くて聞こえなくて。別に、何でもねえよ。二人とも、ご飯食べたらみんなで輪投げやらない？せっかくだし、チーム戦にしてみようよ。いや、俺はこの後用事があるからパス。おい、トヤ、そろそろ行く。アキト、輪投げの景品が面白いものばかりなんだ。一回やってみないか？あ？おい、トヤ、お前、レンとの約束忘れてねえだろうな。もちろんだ。一番いい景品を取ってレンに渡す約束をしているからな。いや、そっちの約束じゃねえよ。エナちゃんとアキト君を入れたらちょうど3人ずつのチームになるわね。じゃあさ、エナチームと弟君チームで分けて兄弟対決にしようよ。秋山、お前も何勝手に決めてん。いいじゃんいいじゃん、せっかくみんなで来てるんだし楽しもうよ。まあ、たまにはいいんじゃない？負けた方がパンケーキおごるってことで。ああ、やらねえっつってんだろ。あれ、アキトってばもしかして自信ないの？そういうわけじゃねえよ。なら早く行こうよ、みんな待ってるでしょ。しょうがねえな。まあ、今日はあいつに助けられたし、少しくらい付き合ってやるか。